こんにちは、ハーブクツインズ姉のパパと妹のパコです。今日はですね、今もここに見えてると思うのですが、今回も品川庄司の品川さんが MC を務めてらっしゃいます BS 富士の通販バラエティーバズトレという番組に出させていただいております。そして今回このサバ缶を50缶以上用意していただいております。すごい綺麗なんですけどね、スタッフさんが時間をかけて並べてくださいました。それでは準備していきたいと思います。準備なんだいただきます。うわ、めちゃおいしい。絶対言うと思ったら、もうあれば手前に行こう。うわ、でかっ。なんか油でつけてあるのにそんなにオイリーに食べれる、うんうん、さっぱりしとる。しかも骨まで食べれる、うん、おいしい。ほんと油っぽくない。私なんか、うん、ただこんなに見た目すごいね、なんか油っこそうなのに、うん、全然油っこくない。あっさり仕上がりだから、ほんとにあっさりじゃない。うん、骨のさ、嫌なさ、感じがないからさ、うん、なんかサクサク崩れていく骨って感じじゃない、うん、量が少なそうに見えるけど身がギュッてしまってるから、うん、食べ応えあるよね。この固形だけで 110g になってるから、出ない 130kcal っていう。これあっさり塩味だからさ、うん、何の調味料つけても合いそうって。うん、確かにそうです。万能よ。うん、ではここで味変をしていきたいと思います。ここでラーメンかすにして、うん、最初の味変はパンツ。サバの隙間にポン酢が入ってくれる、染み込む。でこれ漬け込んだりしても普通に美味しい。うん、私たちの味方、マヨネーズ。うん、本当にカロリーが増えるの。うん、マヨネーズは裏切り。次は絶対合うであろう醤油。自然に次はもしかもあっさりとして塩やからさ、もう白米が欲しくなるんだよ。やるこれ。さ、自分の好きなお米が 33% だったのすごいね。一生食べたい。これサバで。おいしい。
油をぶちかけて全部飲む。サバ丼みたいな。うん、おいしい。ごまの風味めっちゃ香るし、こっちでオイルと喧嘩しやん。おいしやん。うーん、融合する。え、なんかサバに梅って初めてかもしれんやん。なんか梅に食べてる感覚のうち、お菓子のご飯さっき食べ終わったのに梅の酸っぱさもあるんやけど、オイリーと混ざっとるからそんなにきつい酸っぱさにもならんし、めっちゃ合う。あ、これ絶対お米やんわ。え、これ一番美味しい。記憶じゃん。マヨネーズを超えた。カロリーが負けたよ。美味しい。ちょ、そんなことありますかね。ちょ、ほんとやってみて。めっちゃ美味しい。あ、美味しい。うん、塩味が濃くなるプラス、胡椒の風味がふわって香るから。塩コショウで引き分けるかもしれん。酸っぱいって思うやん。うん、酸味ない。生きる。ソースです。あ、うん。ソースの甘みがいい。そそるよね、このソースの甘みって。うん、サンドイッチのさ、うん、梅は梅みたいになるね。ご飯じゃなくて、うん、ちょっと梅やつでいきたいと思います。ちょっと梅やつのなし、めちゃくちゃいい香りしてるけど、生姜のさっぱり感、ちょっと苦味が強くないかな。
今日だと思うけど、でもさ、うん、そういう時じゃ見えないの。あ、これ本格。マヨネーズと塩コショウの。最後の開けた口、お疲れ様でした。5週間途中ね、眠くなりました。眠くなるでしょ。眠くなるでしょ。すごいたくさんあの味変を用意してくださってて、うん、これ自体も美味しいのに、もうあ、ナンバーワンだね。せーの、なんでせーの、白胡椒、うん、いやね、次マヨネーズとか、うん、ポン酢マヨネーズとか、なんかずっとマヨネーズが合うかなって思ってたけど、塩、これ自体が薄味やから塩が合うからと、うん、胡椒の風味が増してすごい美味しかった。なんか本当料理に生きるって缶詰に書いてるけど、料理に生きるからぜひ買ってみてください。美味しかったです。それでは本日のご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。なんとさっきはこんなにタワーで山積みにあった缶詰が今回はこちらの1缶だけとなっております。なんとこれ1つで6000円します。聞いた瞬間びっくりしたよね。6000円もする缶詰があるんやって。缶詰に6000円ってさないよね。もうすごいよ。まあこんな初めて見た。Mm-hmm.